Hi, it's Hiroko from Asian Boss. Japanese pop idol or J-pop groups, especially the girl groups, are usually known to have a certain look. They are usually skinny model-esque girls who know how to sing and dance in sync. Well, the idol group you're about to meet doesn't fit that profile. Meet Big Angel. まず最初に自己紹介をしていただけますか。はい、ビッグエンジェルのリーダー、唐揚げ担当、167センチ、体重、今日の体重 109.8 キロのみっちゃんこと押見智子です。よろしくお願いします。お願いします。ビッグエンジェルってちなみにどんなグループなんですか。ビッグエンジェルは肥満落下系堕天使アイドルというグループで活動させていただいてるんですけど、まあいわゆるデブアイドルって言えば多分伝わりやすいかなと思います。落下系、落下してきたみたいな。そうなんですよ、私たちもともと天使だったんですけど天界で美味しいご飯を毎日たくさん食べてたら、まあ落ちてきちゃった堕天使という、まあ歌って踊って痩せて、まあ、天界に戻るっていうのをコンセプトに活動させていただいております。あのビッグエンジェルは世間からはどんな反応でどういう風に見られてますか。それが、意外と可愛いとか言われるんですよね、それが自分の中で予想外で、なんかもっとやっぱ100キロとか超えたりとかしたらクソデブとかすごい言われるんじゃないかなとか思ってたんですけど、それこそファンなんてもう全然つかないぐらいのレベルなのかなと思ってたんですけど、なんか思ってた以上に反応が良かったりとかしていて、まあもちろん人によってそれぞれ多分考え方は違うと思うんで、なんだよこいつだって思う人もたくさんいると思うんですけど、でもそういう人たちは別にいいんですよ。なんか私たちのこと必要としてくれる人たちがいるわけなんで、そういう人たちにこうに打っていけば別にいいのかなと思ってるんで、うん、芸能界に入ったきっかけって何だったんですか。は太ったことですね。おその昔はこう痩せてたんですけど、まあ、なかなかこうオーディションとかも受からなくて、まあ、その当時、まあ、事務所の人に、まあ、痩せろ痩せろって、あと、まあ、その当時大体54キロとかだったんですけど、あと5キロ痩せろって言われて、あと5キロ痩せたらモデルとかでいろいろ押していくからって言われたんですけど、毎回こう行くたん事務所に行くたんびにこう体重計がこう置かれてて、じゃあ乗ってって言われて、でもその時半年間水とヨーグルト生活をしていたのに痩せなかったんですよ。でなんかその時に急にこうある日事務所に行った時にこうコンビニのドアが開いた瞬間に、コンビニのなんかこうところって結構いい匂いするじゃないですか、揚げ物の匂いとか、でちょっとなんか多分やっぱ半年間ずっとやっぱ水とヨーグルト生活してるとすごい匂いとかにも敏感になっちゃって、なんかもう気づいたら肉まんを食べてたの。もう無意識に、うん、あもうこれはやばいんだなっていうのも自分で自覚して、でもう事務所の人に一旦ちょっと自分もなんかもう一回考えたいので辞めさせてくださいって言って、辞めたら反動が来て、もう常にご飯を食べなきゃいけないみたいな、今度はなんかもう食べても食べても食べてもなんかもう足りなくて、あもう半年分の鬱憤が、うん、そうなんですよ。でもそしたらもう本当一気に10キロなんかのすぐ太っちゃって、もう1週間ぐらいで10キロぐらい太った。1週間で10キロ、本当に本当に。なるほど。で太っちゃって、あもう太った自分なんてもう本当にダメなんだなって思ったんですよね。分かる。やばい時なんてなんかもう食べながら泣いてる時とかもあって、なんかもうでも本当に辛かったんだと思います。なんか自分でもなんで食べてるのか分かんないみたいな、多分今思ったら過食症だったのかなと思います。なんかもうダイエットができない状態の精神状態だったんですよ。でもうどうしようどうしようと思った時に最初に出会ったのが、あのぽっちゃり女子のためのファッション誌ラファーバっていう雑誌があるんですけど、なんかそれを見た時にみんなモデルさんとかすごい輝いてて、ぽっちゃりしてるのにこう悲観的に思ってなくて、おしゃれも楽しんだりとかしてて、なんかその雑誌にすごい救われたんですよね。でこの
雑誌でモデルとしてこう応募してみたら、応募してみたら、まあ、合格になって、あ、自分はすごいそこで救われた人間だから、なんか自分みたいにこうなんかすごいダイエットダイエットダイエットって思って辛い思いしてる人たちが、なんかちょっとビッグエンジェルとかを見てなんかこう笑ってくれて、まあ、またなんかこうダイエット頑張ろうかなっていう、こう優しい気持ちってなんだろう、うん、なんか焦りの楽しいから、そう、焦り、はい、なんかこう焦らずにこうなんかみんなやりたいことがやってていけたらなと思って、まあ、始めましたね。で結構ビッグエンジェルのファンは女性層がすごい多かったりとかしてますね。やっぱアイドルって言ってるんで、こう女性に好かれるのか全然想像ついてなかったんですけど、もうほぼほぼ女性が多いですね。でも嬉しいです。なんかやっぱ同性から好かれるっていうのはなんか一番嬉しいことかもしれないですね。もちろんこれ見てわかるんですけど、めちゃくちゃファンですね。大好きです。いつから好きなんですか？でも最近で半年くらい前くらいから結構好きで、なんだろう、テレビとかで初めて、あ、やっぱこの子たち可愛いなと思ってなるほどライブに来ました。彼女たちの魅力、どんなところが素敵なのかをちょっとアピールしてください。ビッグエンジェルのメンバーを見てると、私結構体型とか気にしてるんですけど、自分の自信にもつながるんですよ。体型気にしなくてもいいのかなとか。でもビッグエンジェルの人たちもその痩せようと思って、まあ、食べちゃったりするのも可愛いんですけど、私も一緒に頑張ろうと思えるし、ぜひビッグエンジェルを応援してください彼女たちの活動についてどう思いますか？大ファンなんですごく嬉しいです。めっちゃあのこれビッグエン T シャツですよね。ちょっと見せていただけますか？はい、かわいいあ、さっきまで娘も着てたんです、こっち。これピンクのすごいすごい。しかもこれ各メンバーの担当の、はい、そうなんです、食べ物が、はい、あ、でもハムと唐揚げがない。あ、ハムはここで。唐揚げはちょっとお家にあります。あ、作ったんですけど、はい、手作りなんですね。はい、手作りです。すごい、もう愛情こもってますね。はい、まあ、僕も今日初めて見たんですけど、ちょっと結構面白くて、まあ、これからちょっと見てみようかなって思いますね。なるほど。どんなところが面白かったですか？なんか曲の間の、まあ、トークも面白いし、歌も結構いいですね。じゃあなんか平均体重をオーバーしたことでなんか嫌なこと言われちゃったりとかいじめられたりとかってしたことはありますか？まあ、一番最初に出たアイドルイベントで、まあ、本当にあのアイドル のファンの方々もすごいたくさんいた時に、まだその時まだビッグエンジェルも全然活動があんましてない時期だったので、なんて言うんですかね、こうやっぱ細いアイドルさんの中に一組デブがいるんですよ。でやっぱアイドルのファンの方々とかってこうやっぱ細くて可愛い子を見に来てるわけじゃないですか。うんうんうん、でそんな中で私たちがデブアイドルのビッグエンジェルですっていう風に言って出てった時になんか笑われたんですよ。あ、で、あ、笑われたと思って、なんかでも逆に火がついて、この人たち帰るまでに絶対好きって思ってもらえるようにしてやるぞみたいな。あのアイドルのファンの方々ってこうコールを入れたりとかするしたりとかするんですけど、ずっと歌っててコールなかったのに最後にコール入れてくれたんですよ。わー、でもすごい嬉しくて、あ、認められたんだみたいな。でも始めたての頃ってうまくいくって思ってましたか？全然うまくいくと思ってなかったし、なんなら今もうまくいってるとは思ってないんですよ。なんですけど、まあ、この半年間でやっぱライブとかで来てくださってる方がやっぱ増えてきて、この先どうなるのか全然わからないし、失敗するかもしれないけど、ぽっちゃり女子の希望の星になりたくて、なんかその、まあ、私わざとデブアイドルって言ってるんですけど、デブってこう世間的に言うとこう汚い言葉というか言われたくない言葉、でもなんかそれをなんかプラスの言葉に変えたいなと思っていて、プラスの意味に捉えられるようになったらすごいデブの女子がなんかもっと生きやすくなるのかなと思ってじゃあなんか他のメンバーの人たちってどうですか？そのビッグエンジェルに入る前は何をされてたんですかね、皆さん。一人は
もともと学生でビッグエンジェルを入るために学校を辞めた子もいるし、もう2人は結構普通に仕事をしたりとかしてる人もいて、あともう1人は同じ前のグループの子がもう1人いたりとかして、諦めないちたまた動かせで私たちお空から落っこちた。ビッグエンジェルで、マヨネーズ担当169センチ94キロ、エリピオこと多田恵里です。はい、ハムソーセージ担当せーの、いただきます。デビューする前ってやっぱりすごい厳しい、なんかダンスレッスンとかそういうボーカルレッスンとかそういうトレーニングは受けてきたんですか？ボーカルレッスンは やってないんですけど、まあ、レッスン、あのダンスレッスンとかはやってきました。はい。じゃあその例えば日本では80キロとかになったら肥満ってみなされるものなんですね。もう肥満ですね。体重測定とか受けても全然太りすぎみたいな部類に入っちゃうので、うん、病院行っても太りすぎだよしか言われない。これ後ろにまず乗っけちゃった方がいいですよね。でも、ね、はい、お菓子あった方がいいですよね。そのグループの一員であるためになんかある一定量は食べとかなきゃいけないみたいなプレッシャーってありますか？え、全然ないです。むしろ、うん、あの太らなきゃっていう風な一切思ってなくて、でももうなんか痩せなきゃ痩せなきゃ痩せなきゃっていうわけでもなくて、もうあくまで本当にみんながありのままでいて、でその中でちょっと体のことを気をつけて、あとは気が向いた時にちょっとダイエットするぐらいのなんか気持ちではいます。でもなんかご自分の健康についてなんか心配になることとかってありますか？あります、あります。気をつけてますよ結構。まあ、その気をつけてって言ってもやっぱ食べたいなと思ったら本当それこそ2人前とか3人前とか食べちゃうんですよ。でも普段は今日は我慢できるなと思ったら、まあ一定の量でまあ我慢したりとかはしてるのに、なんで太ってんだろうとも思うんですけど。コーラが痩せたいってガチでは思ってない感じですか？あなんてみたいな。そこはちょっとなんかそれって肥満系とかなんかを推奨、太ることに対して推奨してるんじゃないかみたいなコメントとかは来ないですか？全然来ないですね。意外とデブなのに全然食べれないんだねとか結構書かれたりとかして、うん、そう、なんかデブってめちゃくちゃ食べるよねってイメージがあって、なるほど。でもそういうわけじゃなくて、多分他の人よりもちょっと食べる量が多くて、それの毎日の積み重ねで多分太ってるんだなと思うので、食べてこう太っていいよって言ってるわけではないです全然。じゃあビクエンは細身なあのアイドルグループにも勝てると思いますか？勝ちたいです。うーん、夢は勝ち負けっていうよりかはなんか私たちがこうデブの時代を作っていくっていうぐらいの気持ちでいますね。もう新しいジャンルみたいな、うん、もう今までこういう子たちがいなかったよねみたいな、でも面白いじゃんで、いつの間にかデブの女子ってなんかいいよねみたいな。じゃあ最終的なゴールってどこを目指していて、なんかそのためにどんなことを達成していきたいと思ってますか？私たちはワールドツアーをやりたいなと思ってます。やっぱり海外の方がやっぱそのデブに対してなんかもっとこう応援したいって思ってくれる人が多分多いのかなと思っていて、やっぱ海外にもやっぱ行きたいなと思っていて、だからなんかそういうなんか今までみんながやってないことを成功させてみたいなっていうのはすごいあります。それができたらデブのぽっちゃり女子の希望の星になりたいっていうのも、みんなが元気になってくれたらいいなと思うし、私たちもこのグループですごい楽しく生きてるので、本当人生変わりました。